午後6時35分現在の高速道路情報をお知らせします。東京方面へ向かっている方に渋滞の情報です。午後5時20分ごろ、小仏トンネル付近41キロポストで乗用車2台が衝突し、負傷者1人が出る事故があり、車線規制になっています。この影響で現場を先頭にこの先の中野トンネル付近60キロポストまで19キロほど渋滞しています。この渋滞を抜けるのに70分ほどかかります。現在事故の調べと処理を行っています。またおよそ50キロ先の熊崎先頭に6キロ、およそ60キロ先の調布インターの先を先頭に1キロそれぞれ渋滞しています。次に故障者の情報です。この先の上野原インターで故障車が止まっています。